ゆるっと掘りだい。どうしたんですか、大志さん。なんかめちゃくちゃ機嫌が悪そうですけど。はい、どうも皆さんこんばんは。好きな言葉は親孝行、嫌いなやつは遅刻してくるやつです。何回もゆきお、はい、どうしてくれるこれ。どうしましょうかね。いやね、うちの左くるぶしで顔、いいやつなんですよ。仕事も頑張ってるし、最近ねもう本当によくやってるんですけど、遅刻がすぎる。今回4回目です。4回目ですか。はい、仏の顔も3度まで、掘り台の顔も、もう噛んだ掘り台の顔も3度までなんです、本当はね。ただ前回はミラクルがあって、まあまあよしとしてやろうとしたのがこの結果ですよ。はい、今何時ですか、ゆきおさん。今は12時12分ですね。はい、昼過ぎには撮影するぞと、私は言っておいたんですが、昨日の夜に何時からですかって来てて、ああそっか、ちゃんとした時間伝えてなかったなと思って、12時だよって言って、そっから返信がなく、11時30分から45分まで連絡をしたんですが、です、はい、12時3分に電話があって、はい、今実家から向かってるそうですはい、掘り台、今からブチ切れドッキリを入れます、はい、心臓の悪い方は絶対に見ないでください。チクヨロゆるっと掘り台。はい、というわけで、待ってても暇なので俺とユキオは今から飯に行ってきます今日はマリモ食堂というね、美味しいご飯屋さんを、俺が十何年前に行ってすごい美味しかったんで、ちょっと久しぶりに行ってみようかなと思います。ユキオ、はい、これ絶対ブチ切れのふりしてるとき笑っちゃいそうなんだけど、ちなみにここ右だよ。はい、あ、右っすか。方向音痴すぎるだろお前、いくらなんでも。右か。いやー、ちょっと緊張してきたなまあでも企画になった瞬間にイライラが収まるっていう、このミラクル最高。ゆきおさん、臨時休業です。まさかですね。一旦諦めましょう。はい、じゃあ黒田屋行こう。はい、デカボの昼ご飯を買いました。ちなみにゆきおはスタジオから車で3分のところで今道を間違えましたマジでやばいです。やば。というわけで小焼き丼をいただきます。ゆきおさんは完全にホルモン焼きでございます。レイユも食べられたのにな、遅刻しなければどうしたんですか、大将。緊張してきちゃったドッキリする方がうまっ緊張してきちゃったゆるっと掘り台。はい、おはよう。もう4回目だ今日さ、そもそもさ、昼過ぎから撮影ってのは分かってたろ。俺もちゃんとはっきり時間伝えなかったのは悪いけどさ、舐めてんの？この仕事、そして俺のこと。じゃあなんでこうなる？原因は何じゃん。そのまま起きてて連絡を待ってる。舐めてんのか。起きて連絡を待ってりゃよかったじゃねえじゃん。だって昼過ぎにはさ、撮影だって分かってたら10時半に起きたらお前そのまま準備して、お前スタジオに向かう準備して待ってるのが当たり前じゃねえかよ。いつも言ってんだろ、緊張感のなさ、責任感のなさだろよ。これ続くとさすがにしんどいぞ俺ども。なあ、ゆきお。
はい、まあただまあそろそろ撮影もあるんでだね。はい、あいつ気づいた顔してんな今。てってれいやーレイユくん、レイユくん、ちょっとかっこよくしたからやっちゃいましたね、やっちゃいましたね。はい、まず朝僕が来て、あまりにも僕がイライラしてるんでみんながめっちゃ引いてたんですよ。だからこのイライラを一刻も早く収めるためには企画にするしかないと思ってこうなったわけです。一言お願いします。ゆきおさん、はい、大成功、イエーイ。で朝の俺の激ブチ切れモードがもう怖くてお前震え上がってたもんね。そうですね、もう本当に。いやー YouTube っていいですね。あれ普通のモードに戻っていいよ。以上です。はい、で、あれだね、ゆきお、俺たちご飯食べてきちゃったから、お前のご飯買ってきてあるから。はい、一緒に食べましょう。じゃあ、最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。今回は、こういう風な形で、してもらったんですけど、次からとかも、今後、はい、オッケーです。お疲れ様でした。ゆるっと掘りだい。昨日楽しく遊びすぎてどうせ疲れ切ったんでしょ。うん、そうだと思ってた。ご飯です。お前の大好きなやつが入ってるよ。見てみて。めちゃくちゃ逆光でクリエイけどな。まあいいや。それでは、はい、本日の撮影の準備しましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、レッツゴー。二十歳初怒られやん。どう？なんで？そしたら、もうそれよりも、デカを事故ったっていうような方が大きくなるかなと。やめてよ。それは本当に、俺にとっても、ホリダイチャンネルにとっても、ただのマイナスでしかないから。おう。聞かれねえかなっていうか、事故らねえかなってことな。うん。デカオ君はちょっとまだ頭が回っておりません。はい。まあ、二十歳になったデカオ君、一言、今年の抱負をよろしくお願いします。はい。今年の抱負は、当たり前の、声張ってください。当たり前のことを当たり前にこなすような一年にしたいです。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、デカオさん20歳おめでとう。こんなことある？Thank you.